リンクトゥライフ命をつなぐ思いということで3週目のご登場になります。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、広島市で親子カウンセラーをやっておりますアルメリアの久米ひとみと申します。どうぞお気軽にひとちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでひとちゃんとおかちん先生がやりますのでお願いします。いや最近悩んではいるんですよ。自分の呼ばれ方って何が一番こうフィットするんだろうっていう。他の先生って呼ばれてもな、忘れられるしなみたいな。おそらく小学生とかの保護者っておかちん先生よりも年上が多いじゃないですか、うん、小学校の教員なんか。なんで年上からすると岡野先生よりかは岡ちん先生の方がなんかこう呼びやすい気もします、うん、そうですよねなのでちょっといろいろと活動するとき の名前を変えていこうかなって思いながら岡ちん先生でいきましょう行きましょういきましょうよよろしくお願いいたします。ということで3週目ですね。ということで本当に、今月はですねもうひとちゃんをもうプッシュプッシュということでありがたいですみんなんですけども、いや今回もちょっといろいろとお話をさせていただけたらなと思っています。1週目がちょっとねいろいろとひとちゃんの、まあ、今までの人生のいろいろ振り返りをしたりとか、まあ、どういったことで、まあ、カウンセラーという、まあ、道を目指すきっかけになったのかという話をさせていただいて、2週目は今もう話題となっていますギガスクール構想からね、タブレットの話とか親子のコミュニケーションの話とか、あと最近なんか公園で遊ぶ子がいなくなったよねみたいななんだこれはラジオなのか、なんかこう2人で最近の世間話をしてる本当ですねとか思いながら、話をさせていただいたんですけども、3週目はですね、まあ、この番組リンクトライフという番組なんですけども、まあ、命をつなぐ思いということで、まあ、これからの、まあ、子供たちに伝えたいメッセージであったりとか、まあ、未来の話をちょっと、こう、3週目ではやっていこうかなと思っております。ということで、まずはですね、本題に入る前にちょっとリクエスト曲いきたいと思うんですけども、この曲、ちょっと僕初めて聞くアーティストなんですけども、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。はい、この曲ですね。最近で言うなら、とにかく明るい安村さんって方が、はい、海外のオーディション番組出ましたよね。はい、オーディション番組で、とある女性が披露した曲、オリジナル曲なんですけど、その方、生存率 2% って言われたがん患者だったんですね。うん、で、それを踏まえて、その曲を聴いた辛口審査員のサイモンって方がいる。サイモンが、男性なんですけど、もう言葉に詰まるほど感動してて、でそこでこの曲を歌ってる女性から名言が出たんです。で、うん、私それをちょっともう自分の座右の銘にしてやろうとカウンセラーとしてですね思うぐらいのものすごくいい言葉なんですけど、ちょっと紹介します。まあ、英語なんで意訳するしかないんですけど、まあ、辛い日々とか辛い毎日が終わるのを悠長に待つのはちょっとやめにして、幸せになろうって今決断しようよ、今決意しようよ、今決めなよっていうようなことを英語で言ったんですね。で、まあ、辛い日々っていうのが続くとちょっと気持ちが落ち込んでどうしようもない時ありますけど、まあ、それでも大丈夫なんだよ、それでも、まあ、みんな同じみんな迷ってるんだからな、何があっても大丈夫っていう意味の曲だとこの曲ですね、私解釈しています。ありがとうございます。それではまずはちょっとこの曲聴いていただこうと思いますので、それでは曲紹介よろしくお願いいたします。はい、ナイトバードで It's OK。リンクトゥライフ命をつなぐ思いということで It's OK 聞いていただきました。ということで、本題に入っていくんですけども、今回はリンクトゥライフということで、まあ、命をつなぐ思い、いろんなお話だったりとか、あとはこれからのことをちょっとお話をね伺っていけたらなと思っているんですけども、はい、まあ自己紹介の時にもお話をさせて、1週目でもね触れていただきましたけども、まあ、3人のお子さんもいらっしゃるということで、いや本当にいろいろと、まあ、子育ても頑張りつつ、やっぱりでもこういろいろと話を1週目2週目聞く中で自分がやっていきたい方向というか道っていうのがいっぱいあると思うんですけども、まだちょっとまだ自分のことが大事かなと思いますので、これからちょっとこう私挑戦してみたいな、まあ1週目2週目ちょっと触れたところもあると思うんですけども、こうやってみたいこと、挑戦してみたいことっていうのをちょっとお話聞かせてもらってもいいですか。はい、挑戦したいこと、
3つあります。まず1つはちょっと1週目 の、 収録ですかね、うん、でもお話しさせていただいたその、はい、広島の子育てを盛り上げていくためのママのためのサポートチームをこの夏立ち上げたんですが、そのサポートチーム団体ですけれども、そういった団体を、まあ、立ち上げたのでしっかり盛り上げて、広島ならではの楽しさだったりとか、広島ならではの子育て の、 こう特徴をつかんだ支援をママたちにしていければなと思っています。こちら絶賛メンバー募集中ですので、皆様よろしくお願いいたします。ママサポートラブという名前です。で、2つ目がですね、今実は私だから大学生なんですけれども、公認心理師を取りに取るために大学にもう一回行こうということで通信大学行ってますが、まあ、公認心理師を取って何をしたいのかっていうと、やっぱりですね、小学校とか道徳があるじゃないですか、道徳の授業、はい、私道徳の授業大っ嫌いだったんですけど、うん、なんかやって意味あるのかなって思ってる部分が実はごめんなさいあるんですね。でそれなんかよりも対人関係スキルだったりとか、あるいは何かストレス感じた時の対処法だったりとか、そういった人として集団生活だったり社会生活の中で必要なスキルっていうのを学校で教えるべきなんじゃないかと常々思っています。でそういったものを、まあ、やっぱりちょっと国家資格である公認心理師を取った上で、いろんな小学校とか、まあ、中学校とか、そういったところ、まあ、思春期があるので中学校高校もですかね、そういったあたりを広めていく活動を将来的にはしたいと思っています。で3つ目はこの5月6月に不登校、登校拒否、しっかり2ヶ月学校に全く行かない日があったんですけれども、その中でやっぱり当事者になってみなきゃその登校拒否の大変さ、登校拒否時の親の大変さっていうのが分からなかったので、ゆくゆくはフリースクールのような場所を作っていけたらなと思っています。でフリースクールって言ってもすっごい金額高くつくんですよね。だったり、まあ、時間帯の縛りがあったり距離的な縛りがあるんですが、一番いいのはやっぱ一学区に一つフリースクール的な場所、子どもの居場所が学校以外にもあればいいんじゃないかなという思いがあるので、やっぱりそこはそういう経験をした自分の考えを生かして、ニーズに合ったフリースクールのような子どもの居場所を将来作れたらなと考えています。ありがとうございます。ということで3つお話しいただいたんですけども、まず1つ目がですね、まあ、サポートグループを作るということで、はい、作ったことで、はい、作りました、もう作っちゃいましたお話しいただいたんですけども、お話しいただいたんですけど、僕もね、ママさんサポートをこの後しようと思ったんですけど、この団体は女性限定ということですみません。いえ、なのでぜひね、私もやっぱりいろいろと話を聞いていて、やっぱりこう子どもたちにも支援していきたいなと思いつつも、やっぱりその、まあ、親御さん、特にお母さんがしんどい状況だと、やっぱりお子さんもこうなんだろうな、サポートしにくいというか、やっぱりこういった子どものイベントとかって、まあ一回きりとかだったら全然子どもたちだけでっていうのも全然できるんですけど、こう継続的なサポートっていうなってくると、やっぱり保護者だったりとか、まあ、お母さんたちとかの支援というか、そういろんな人たちのサポートっていうのが必要なのかなとは思いますので、ぜひぜひ調べていただければと思います。よろしくお願いいたします。で2つ目はですね、僕もですね今苦戦をしてるんですが、いやーなかなかね、いや本当に僕も大学院からその心理学の勉強し始めて2年間で要は学生の4年分とその院の2年分を全部ギュッてやったのでもうなんかずっとなんか朝昼から晩までずっとなんか心理学のなんか用語をずっとなんかお経のように読んでたように覚えてないけど、今まさに大学生ということで今勉強されてるということで、はい、最近なり公認心理師のその勉強の心理学の勉強だと思うんですけど、どういったことを勉強されてたんですか？いろいろありますよね、公認心理師って。僕も今試験のあれをここにちょうど対策のなんか足があるので、はい、めちゃめちゃ分厚いね、うん、あもう
いや、それこそまだこの4月から大学でに入って大学生になったばかりなんで、まだなんとか、あの心理学概論とか、心理学概論とかのあたりなんで、まだあれなんですけど、それでも、その中で、やっぱあの、子育て関連というか、子供の発達だったりとか、まあ、やっぱあの、アドラーだったりとか、モンテッソーリだったりとかっていうのの人物紹介とか、こういった考えがあって、なんとかろう、なんとかろう、めちゃくちゃやっぱそうだよな、そうだよなって思いながら、こう、テキスト読んだりとかして。で、あとは、あの、人類初の心理学書ですよね。アリストテレスの。うん、はい。そうだったんだって知らなくって、思わず興味を持って図書館に見に行ったんですけど、やっぱなくって、仕方なく、あの、アリストテレスについての本を借りて、読んでみたら、アリストテレスめっちゃ面白い人じゃんとかって思い始めて。なんかそんなあの感じで、あの心理学ではない方向に行った時も一瞬あったんですが、この4月から今までですね。ただなんかあの、単位認定試験だとか、こう、添削指導問題とか、なんかあんなのをやってると、すごくこう充実感もあり、達成感もあり、で、達成感があるとやっぱり自己肯定感、自尊感情が上がったりとかして、すごく楽しい日々を過ごさせていただいてます。ありがとうございます。いや、本当に、いや、なんか懐かしいなとか、自分でも大学にその選択を自分もしたなと思って、いや、なかなかね、難しいですよね。こう、本当に全然違うところから心理学だったりとか、なんかもう、一旦子育てをしている途中で、じゃあまた大学に入り直そうって、多分相当力というか、大変だったと思うんですけど、いや、いろいろと話を聞かせていただいて、あと、歴史を紐解くのが楽しくなる時期っていうのはすごくわかります。すごい、過去の人すごいなって思いながら読んでます。そうですね。ね、いろいろ流派があって、今なんか結構セルフコンパッションであったりとか、それこそ認知行動療法が結構割と主流というか、こうやられてることも多いんですけど、それを辿っていくと結局こう一人のこう、ね、どんな、いわゆるね、まあ、心理学の父みたいな感じでこうね上がっていくこう感じをね、いろいろ流派を見ていくと、もうそこに気になっちゃって、なんか本当はもっと心理学のいろんな用語を覚えなきゃいけないついつい歴史の方を探っちゃうっていう、ついつい横道にそれてしまって、でもそれが横道それるのが楽しくて仕方ないですね。ああ、わかります。ありがとうございます。いや、これに多分公認心理師となってくると、まあ心理学もそうなんですけど、いわゆる学校であったりとか、産業であったりとか、それこそ看護系病院とかの、そういったところの歴史なんですかね、法律とか、そういったところも勉強しなきゃいけないので、多分相当僕も教育学の、まあ、専攻で、教育のところは強いんですけど、それこそ産業とか、あとは何だろうな、そういう病院とかになってくると、これってなんだ、看護師法とか意味わかんねえ。こんなに出んのみたいな。なんかいろいろとね、多分大変だとは思うんですけども。あとは、そうですね。はい。これから、多分、公認心理師ということは6年間ですかね。4年間。それがですね、やっぱ子育てしながらなので、4年で大学卒業できるとは思ってなくてですね。うん、で、まあ、通信制大学っていうのがやっぱり本業がありつつ通う人、主婦だったりとかも含めて、そういった方ばっかりなので、私在学できるのはどうやら10年在学できるようなんです。で、心理実習とかになると、まあ、関東の方に毎月1年間通わなきゃいけなかったりとか、子供が小さいうちは難しいので、やっぱり10年以内に、まあ、できれば7年ぐらいで大学卒業、その後院と思っています。ありがとうございます。いやー、そうですよね、実習がありますもんね。そうなんです、実習が関東なんです。関東なんですね。関西でもないんですね。広島でもないんですね。そう、でも今こんだけ心理職が足りてない状況なのに、年間の自殺者が過去最高とか、そういう社会、日本社会なわけですってなったら、この先5年ぐらい後には心理実習関西バージョン大阪でとか、あるいはまあ福岡とかって増えるんじゃないかなっていう期待はあります。
そうですよね。いやー、増えてほしい。増えてほしい。いやー、思います。いやー、本当にね、いろいろと、多分、これからね、まずは座学からスタートしていって、で、そこからまたね、後輩になってくると実習が増えてくるとは思うんですけども、いや、本当に、まずはご無理をされず。ありがとうございます。でも、楽しいので、はい、楽しんでいきます。ありがとうございます。で、3つ目ですね。いや、はい、話も伺ったんですけども、本当にね、なんかこう、いろいろと考えること多いなと思うか。ねえ、大変だなと思いつつ。いや、なんか本当にいろいろと考えていかないといけないなとか思いつつ、まあ、やっぱり、ね、その3つ目で言った、その子どもの居場所なんですけど、うん、やっぱ家庭っていうのが、その人間の集団生活、社会生活を営む上での一番最小のコミュニティじゃないですか。うん、で、家庭での、 子供との親子関係、家族関係っていうのはすごく大事でもあるけど、子供ってやっぱ家庭か学校、家庭か保育園、家庭か幼稚園、ぐらいしかこう居場所がないわけですよね。うん、で、そのうちの子の場合、学校にがもう嫌になって行けなくなった時に、家庭しか居場所がないっていうのは、その、家庭の中でのその子供本人以外の家族ですよね。まあ今回は私だったりとか、あるいは上の子、まあ今回登校拒否したのが次女だったので、まあ、長女と末っ子からすると、なんで私たちは学校保育園行かなきゃいけないのっていう気持ちになったりだとか、うん、あるいはそうですね、まあ世間の目ですね、近所の方が、あれ今日学校はとかって、いや休ませてるんですっていう、こう体裁の悪い感じがとかですね、あなたり、まあやっぱ家族だったり近所の中でそういう不登校っていうのの理解が全くないんだなっていうのがありまして、やっぱりその家庭と学校以外の場所っていうのは子どもには必要だなと、すごく考えさせられた2ヶ月でした。本当に僕もこの後実は団体を立ち上げるっていう形で、はい、私も不登校支援っていう形で入ってはいくんですけども、いや本当にこう、まあ自分がまあそんなに学校に行かなかったっていう経験がないので、まあ、しんどいことはあったにしても、でも無理やり学校に行ってみたいな。でも学校ではこう、もうなるべく、なんだろう、エネルギー使わないように、もうほぼほぼ使ってたりとか。なんかもう、しんどいなとか思いながらやってたので、なんか本当に学校以外の、とか家庭以外の居場所っていうのか、まあ本当に、まあ一周目二周目の話にもつながってきますけど、本当にこう公園で遊ぶとかっていう、その横のつながりとか斜めのつながりみたいなのも少なくなっていく中で、やっぱりその、言われて、今よく言われている居場所作りとか、第三の場所みたいな、サードプレイスみたいなところっていうのは、本当に、こう、いろんな、まあ、いわゆる、ひとちゃんが言ってましたけども、本当、一学区に一個は、やっぱり作っていかないといけないんだろうなっていうのは、欲しいです。ねえ、思いながら、ちょっと僕も感じていたので、まず自分の地元のところからやっていくのがいけたらな、なんて思いながら、はい、ちょっと話を聞いていました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、最後になりますけども、いよいよもう、ひとちゃんとはお別れという、なんだかんだで3週渡って話をしてきたんですけども、もう、長いようで短かった。もう、いやー、いろいろ話せたような、話したりないような、不思議な気持ちですね。そうですね。なので、また、お互いにいろんなことを経験しながら、またちょっと1年後とか2年後とか、もうな、ね、それこそ、法人審議受かった後とかに、こう来ていただくとか、それまでに僕の番組がね、続いてればいいんですけど。いや、それこそだから、いろんな収録イベントなんかをぜひなさってください。なんかその話にちょっと前になりましたけど。そうですね。でも本当にちょっといろいろと、まずは、まあ、場所を提供するっていうのだと大変ね、やっぱり難しいので、まずはこういうイベントからスタートしていこうかなと思いますので、ちょっとその時にぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ぜひお願いいたします。ということで最後にですね、ちょっとぜひアルミレアの宣伝とかもしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。アルミレアというのが私がですね、親子カウンセラーをやっているその場所の名前になるんですけれども、アルメディアの代表をやっております。で、親子カウンセラー何をするのって、個別セッションよく何するの？カウンセリングって何？っていう方が多いと思うんですけれども、基本的には、
普段の困りごとだったりとか気になっていることなんかをお話を伺って一緒にその問題解決について取り組む場所になります。で、アドバイザーでは決してないので、アドバイスをしてこうしなよああしなよって私から申し上げることはないので、安心してお越しいただければと思います。で、もちろんお母さんもですし、あとお子様、小学生ぐらいからだと結構話ができたりもするので、そういった方、あるいはよく勘違いされるのが、幼児のお母さんにやってるんでしょって友達に言われたことがあるんですけど、でも子育てって終わりがないじゃないですか。生まれた瞬間、むしろ妊娠中から妊娠中から生まれた後ずっと子育てが続いて、その子が大学なり何なり卒業して独り立ち、社会人として独り立ちするまでぐらいですよね、っていう終わりのない中で、一番ご高齢って言っちゃあれか、年齢の高い方で60代の女性の方が来られたことがあります。その方30代のお嬢様がいらっしゃって、で30代のお嬢様との親子関係で悩まれてるお母さんだったんですけれども、どんな親子関係でも大丈夫、どんな年齢のどんな世代の親子関係でも大丈夫です。一度お越しいただければ絶対に損はさせませんので、どうぞアルメディアよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや本当に親子コミュニケーションってやっぱりこうぶつかってるとなかなかお互いでこう解消していこうというのは難しかったりするので、ぜひ一週目でも話していた、いわゆる伴走者として多分みそちゃんがいろいろね伴走してくれると思いますので、ぜひぜひなんかこう悩みとかもそうなんですけども、なんかね、やっぱりカウンセリングって言うと敷居が高かったりとか、ね、どうしてもなんかこう病気かもしれないからちょっと相談しようかなではなくて、本当になんかこう普段のこういうことで悩んでるんだけどっていうレベルでも多分大丈夫だと思いますので、ぜひぜひなんかこう気軽にね、それこそ言っていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ってことで8月はですね、もうお分かりなのかってちょっと寂しくなるんですけど、はい、わー暑かったと思いますよ8月ねえ、まあ暑かったと思いますよ撮ってるの7月なんでねいやーでも本当にね、いろいろとまあこの夏もね、まあだって今収録しているこの時期でもめちゃめちゃ暑いので、8月も本当にしんどいだろうとか思いながら、結構最高という予報が出てますので、ね、クーラーをつけた方がよろしいかと思います。そうですね、僕ちょっとクーラーつけようかな、めっちゃもう汗がすごいので、はい、あと水シャワーでもぜひされてください。そうですね、そうしましょうということで、もう本当に、長い間で短かった3週間なんですけども、本当にありがとうございましたということで、アルメディア代表の、ひとみさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。